松本人志さんの週刊文春との裁判和解。松本さんね、もう1年以上テレビから姿を消しておりまして、テレビっていうのは呼吸取りのサラリーマンの組織なんで、みんなサラリーマン社長だし、ちょっとしたことでも足をすくわれて退職に追い込まれたりすると巨額の退職金を失って懲戒解雇とかにもなりかねないので、松本人志さんなんか怖くて扱えないんですよね。松本さんの問題なんですけれども、結局ですね、物的な証拠はない、だけれども不快な思いをさせたら謝ると、あくまでも性加害をしたことについて謝ってるわけではなく、不快な思いをした人に謝ってるっていうところが多分妥協のポイントだったんだと思います。松本さん、正直別に損害賠償請求訴訟ではあるんですけれども、こういう名誉毀損の損害賠償ってせいぜいもらえても1000万ももらえないんで、正直5億5000万だがなんだか請求してましたけど、こんなものが認められるわけもなく、裁判費用もずっとかかり続けるんで、やってもあんまり得はないんですよね。金銭の和解もないということで、双方痛み分けのような形になっているんじゃないかなというふうに思います。テレビは先ほどの説明の通りビビリの人たちの集まりなんで、松本さんを積極的に使おうなんていう人はいないし、 YouTube とか Netflix でスターになってください。